おはようございます、吉谷さん。今、4時53分、だいぶ寝坊ですね、今日はね。なんですかね、車のローン終わっておめでとうございます。まあ、なんかね、車のローンっていうと、結構ね、ビビるような感じがあったんですけども、あれですね、年間100万とか200万のローンだったらどうってことないかなっていう感じですね、今は。以前はね、1日1000円がなかったみたいな時代はあったんですけども、こうしてみると払えなかった車のローンは今までないですね。車のローン払ってるってことはガソリン代も払ってるし保険も払ってるし、まあもろもろなわけなんですけども、多分ローン破産ってのがあるんでね、やっぱ見通しなくお金借りちゃうのは良くないなと思うんですけど、あれじゃないですかね、やっぱこう時間単価のものとか成果報酬のものっていうのはちょっと限界があるのかなと思っちゃいますよね。要するにこう何もしなくても収入がある形とかね、前も言いましたけども何をしてても収入がある形っていう風のにたどり着かないと、結局はどっかで無理してやることになるし、それをね、自分を鼓舞するために、いや自分はこれ好きだからっていう風に言い張ることにもなっちゃうんで、いや好きでも嫌いでもないものから収入上がった方がいいだろうみたいな感じなんですけどね、まあ、それができる時代にこう遭遇できたというかね、まあ、私なんてもう年齢も年齢なんですけども、ちゃんとそれが扱えてるってことなんで、若い方はもっともっとねパフォーマンス上がると思うんで、吉谷さんももっともっと稼がないとあかんなというか、稼げて当たり前だなと思っちゃって羨ましい限りなんですけども、まあでも5年経った10年経ったらまた新しいテクノロジーが出てきて、それをまた吉谷さんは使いこなすんでしょうね。使いこなすというよりもその新しいテクノロジーの情報発信をして、そこからのなんかプロモーションみたいな感じに結びつけるということかもしれません。だからもはやね、そのテクノロジー使いこなせなくても稼げるというね、もう吉田さんなんて FX なんてやってないのに FX のプロモーション成功させて、ね、稼いじゃってるみたいなこともありますんで、もう何なんだろうなと思いますよね。まあ頭がいいからできるのかって言われるとね、じゃあ学歴競争して学歴ない人でも大した大学じゃなくてもちゃんと稼いでるんで、学歴もどうなんかなと思っちゃいますけどね。ただやっぱりこれが学歴がない人が言うと説得力がないんで、一応の学歴を持ってないと発信力が失われるのかなっていうところもあって、そう昨日ね知ったんですけども、中卒と大卒の障害所得の差が1億円以上あるというね、恐ろしい事実があったりとか、まあ高校卒ともう4、5000万あるとか言うじゃないですか。だからね、新しい働き方、ジョブ型雇用っていうのがやっと始まったんですけども、あと30年ぐらい経ったらこれも変わってくると思いますけども、やっぱり未だにね、スタートラインは学歴で蓋をされるところがあるんで、やっぱ最初に学歴を持っていないと、もう強い先入観で見られて、どんな能力があっても排除されるっていう原則があるなと思ったら、やっぱね、肩書きを持ってた方が最初の先入観っていうものはギャスギャスと突破できるんで、まあすごく楽かなと思うんですよね。まあそういう意味で言うと、吉田さんがいつも言うね、なんか10億円売り上げてきたみたいなのは、あらゆる人のね、先入観を突破していいんじゃないかなと思いますけども、でもよく考えたら10年間で10億円って言ったらね、考えてみたらそのぐらいはいくだろうみたいな考えにも及んだりするんですけども、まあでもね、吉田さんそうは言っても大したもんだと思いますよ。まあ、それをねきちんと使っていけるってところがまさにジョブ型雇用なんじゃないかなと。要するに能力主義ってやつですよね。この能力を使っていけばもっと高い能力の人を凌駕できるみたいな、まあそういうふうな抜け道がねいっぱい今あるのが、なかなか興味深いなというところでございます。まあ多額のローン返済方法ですか。多額のローンね、返しましたよねお互いね。今もうなんかこの資産が追いかけになってるっていうかね、例えば今はい1000万払えって言われてもね、分かりましたって払える感じじゃないですか、ローンなしで。じゃあね、1億円払えって言われたらね、ちょっと10年ぐらい待ってください、5年待ってくださいって言ったらなんとかなるみたいなね、そんな感じじゃないですかね。いってらっしゃい。